タリーブ・ランチャードはアメリカ合衆国の元プロレスラー。テキサス州サンアントニオ出身。生誕地はカナダのアルバータ州カルガリーとされる場合もある。タックの名手であり、ジノ・ヘルナンデスとのダイナミックデュオ、アーン・アンダーソンとのブレーンバスターズなどで活躍した。1980年代に一世を風靡したフォー、ホースメンのオリジナルメンバーとしても知られる。父親は、 サンアントニオは本拠地とするサウスウエストチャンピオンシップレスリングのプロモーターだったジョー・ブランチャード。娘のテッサ・ブランチャードもプロレスラーである。スタン・ハンセンやブルーザー・ブロディも在籍していたウエストテキサス州立大学の出身で、大学時代は彼らと同じくアメリカンフットボール部に所属。当時のチームメートにはテッド・デビュアスやキット・サンタナがいた。 1975年のデビュー後、レスラー兼プロモーターの父親、ジョーブ・ランチャードが運営する地元サンアントニオの SCW で活動。1978年2月1日にはトーナメントを制し、新設されたサウスウェスト TVO ーザの初代チャンピオンに認定された。当初はベビーフェイスとして売り出され、 ブルラモスやデール・バレンタインと交想していたが、やがてヒールに転向。和風マクダニエル、テリー・ファンク、ボブ・スイータンラとサウスウエストヘビー級王座を争い、SCW のフラッグシップタイトルである、同王座には、1983年までに、通算1 1位回体感した。タックでは、1981年より、ジノ・ヘルナンデスとダイナミック・デュオを結成。 若手の悪党コンビとして、頭角を表し、和風マクダニエルテリー・ファンク、チャボ・ゲレロマニー・フェルナンデス、ブルーザー・ブロディ&、リック・スレーターなどのチームを相手に、サウス・ウエスト・タッグ・王座を5回、SCW 世界タッグ・王座を2回獲得している。1984年にヘルナンデスとのタッグを解消し、ノースカロライナの NWA ・ミッド・アトランティック地区に転出。 同年3月28日にマーク・ヤング・ブラッドから TBU 王座をダッシュし、リッキー・スティム・ボートやダス・ティローデスと構想を展開した。1985年7月21日にはマグナム・ TA を破って US ヘビー級王座を獲得、以降もマグナム・ TA と構想を繰り広げ、11月28日開催のスター・ケードではイクイットマッチで死由を決した。 1986年1月、ディック・フレアー、オレー・アンダーソン、アーン・アンダーソン・ラット・フォー・ホースメンを結成。当時の NWA を象徴するヒールユニットの一員として、講師にわたって悪名を轟かす。同年3月4日には、ダスティ・ローデスを破り、ジョージアチャンピオンシップレスリングのタイトルだった NWA ナショナルヘビー級王座を獲得。 同王座は8月28日に和風マクダニエルにダッシュされるも11月27日には再びダスティ・ローデスを下し世界タイトルとなった TBO 王座に返り咲いている。以降、全王者ローデスをはじめ、ィック・マードック、バリー・ウィンダム、ジミー・バリアンとロニー・ガビン、フェイスターンしたオレーアンダーソンらの挑戦を退け、翌1987年8月17日に ニキタコロフに敗れるまで世界 TV 王者として長期政権を築いた。タックでは1987年9月29日に名優アーン・アンダーソンとのコンビでロックンロール・エクスプレスから NWA 世界タック王座をダッシュ。その後もバリー・ウィンダム・アンドレックスルガー、ロード・ウォリアーズ、ミッドナイト・エクスプレスなどの競合チームとタイトルを争った。 ブレインバスターズ1988年9月10日にミッドナイトエクスプレスに NWA 世界タッグ王座を明け渡した後10月よりアーン・アンダーソンと共に WWF に移籍。WWF ではブレインバスターズのチーム名を与えられボビー・ヒーナンをマネージャーにブリティッシュ・ブルドックスやハート・ファウンデーション・ザ・ロッカーズなどのチームと構想。 1989年7月18日には、アックスとスマッシュのデモリッションから、WWF 世界タック王座を奪取、NWA と WWF の2、大タックタイトルへの退官を果たした。しかし同年末、ドラッグ検査に違反して、WWF を解雇される。やがてアンダーソンも、WWF を離脱して NWA に復帰。 オリジナルゴーホースメム再結成も噂されたが、ドラッグ問題のためブランチャードの再契約は見送られ、以降はインディー団体を転戦。崩壊寸前のマッキアワにも出場していた。この間、過去の宝刀生活を悔い改めて、新聖キリスト教徒となり、1990年代、初頭にセミリタイヤして説教師に転身した。その後も宣教活動の傍ら単発的にリングに、 上がり、1994年5月22日に行われた WCW の PPV イベントスランバーでは SCW 時代から因縁の浅からぬテリー・ファンクと対戦。1995年には ECW に登場し、1月から3月にかけてシェーン・ダグラスの ECW 世界ヘビー級王座に連続挑戦した。同年10月29日には、 藤並達次が旗揚げした無我の旗揚げ工業に、初来日、メインイベントで藤並と対戦している。2000年代に入ってからもオールドタイマーによるイベントに時折参戦し、かつてのライバルたちとエキシビションマッチを行っている。2006年には短期間ながら、WWE でロードエージェントを任されていたこともあった。2012年、リック・フレアー、アーン・アンダーソン、 バリー・ウィンダム及びマネージャーの JJ ディロンと共に、フォーホースメントして、WWE 伝道に迎えられた。サウスウエストチャンピオンシップレスリングセントラルステーツ、レスリングミッドアトランティックチャンピオンシップ、レスリングワールドレスリングフェデレーション、エンターテインメント。ありがとうございます。